皆さんこんにちは。こんにちは。さあ今日はオリックスの投手陣なんですが、はい、宮本さんの、いやもうすごいですね。ソタニ投手、ソタニ ねずっとおっしゃってた。いつも言ってたでしょ。ずっと言ってた、はい、ずっと言っててね、こうだから去年1年目でしたけど、そうですそうです、ヤクルトがドラフトでね、はい、その吉村行って、まあ吉村もいいんですけど、はい、そのソタニっていうのはすげくなるよっていう、もうね、おそらくすげくなるよっていうところで、はい、ソタニソタニって言ってたんですけど、来ましたね来ましたね来ましたね、はい、いやまだまだこんなもんじゃないと思いますよ。多分もう一つ二つぐらい体もでかくなりそうなんで、まだなりきってないので、はい、まだここからまだまだまだ発展途上です。全然まだ伸びますか。はい、伸びると思います。で、まあ、すごい勝つかどうかは、まあ、シーズン入ってみないと分かんないですけど、はい、まあ、確実にローテーションはきっちり入ってくるかなというふうには思いますね。改めて魅力は力感なくやっぱボールが来る感じあるでしょ。ビャンって投げる感じはこうおりゃーっていう感じがないじゃないですか。確かにシュッて投げてピュッていくっていう、故障もしづらそうな、分かんないですよ、するかもしれないですけど、しづらそうですよね。肩肘への負担もなんかなさそうな、はい、そうですね。やっぱ力感ないフォームってやっぱそれぐらい重要というか、バッターとしては。そうですね、そのバッターもボールとのギャップも出ますし、はい、まあ、本人がやっぱ故障しないっていうのがね、やっぱ一番いいと思うんで、多分まだまだ良くなると思ってます。へ、僕はムクノキっていうのはもう確実にもう投げれる状況になったら絶対支配下になるピッチャーなんで、あのデビューの時にノーヒットノーラン仕掛けたピッチャーですよね。あ、そっか、はい、で怪我でトミジョンして、トミジョンですね、リハビリ中で、はい、リハビリなんで、みんなやっぱり体がでかくなるんで、うん、山下俊平とはもう近くで見たりなんですけど、でかいです。へー、マジでかいです。イメージないですけど、そうなんですね。でかいです。もうケおまあケツというケツこんなところにありますよ。僕の目の前に。目の前みたいな。でかいし。本当に。トレーニングの仕方だったりとか、うん、そうですね、その山下俊平だっていうのはまあ聞くところによると、うん、まあ、大谷みたいな、野球以外興味ないみたいな。あ、そうなんですか。自主トレも誰と一緒に行くとかじゃなくて、もう寮で一人でウェイトばっかりしてる言ってました、はい、へえ、もう野球にしかこうもう注がないぐらいの、その、まあ、紅林とねちょっと自主トレ見た関係でいろいろ話しましたけど、まあ、あいつずっとあの野球やってたらいい感じですみたいな。これって宮崎での試合ですよね。そうですね、ロッテの。あ、私これ見に行ってました。あ、実はそうなんですね。キャンプちょっと行って、まあ、他の用事もあって宮崎行ったんですけど、はいはい、あのちょうど試合してるってことで、見ました。そういえば 山下投手、そうです、見た見た。そう、オリックスね、やっぱ良かったですね、ピッチャー、めちゃくちゃいいですよ。確かにでかいですね、改めて、ね、うん、なんかね、僕 まだもっと良くなると思うんですけどね。タイガースとオリックスってピッチャーがすごいいいって言うんですけど、はいはい、うん、球団的にはタイガースの方が良くて、タイガースももう日本のトップクラス行くかなっていうぐらいのピッチャーなんですけど、ワールドクラスって実はそんなに、あ、確かに言われてみれば、はい、ワールドクラスじゃないピッチャーだから、あまりこう出ていく不安がない。確かに。でもオリックスの場合は確かにワールドクラスなんですよ。排出してますね。そうなんです。だから、そうですね、で今後行きそうな人もいっぱいいますよね。そうなんですよ、もうあの条件さえ取ればもうみんな行きそうじゃないですか、うん、そんな感じします。そうなんですよ。だから例えば宇田川だってショートイニングやったらもしかしてっていうところもあるし、うん、全然あの総一郎もそうでしょ。確かに勝者みたいな。いやだってキャンプ人多かったですもん。いやめちゃくちゃいました。すごかったです。びっくりしました。ホークスより多かったって言いますから。そうなんです。本当にもう王者、信じらんないっすよ、王者っす。でそうですよ、僕だってね、そのバファローズタウンって書いてたんですよ、はい、最初宮崎の清武町、はい、なんないよって思ってたんですよ。本当にもう申し訳ないですけど、はい、ね、そこまで人が集まるとは思えないって言ったけど、やっぱり勝つのって重要ですね。で、まあ、魅力ある選手もたくさんやっぱいるから。そうですね。応援しがいもありますしね。僕も本当、あの、2月の3連休の時に重なっていったんで。はい。もうめちゃくちゃ多かったです。すげえオリックスみたいな。すごいな、うん、やっぱり強くなるとそこがまた。まあまあそうですね。で、それがまた球団に還元されて。はい。好循環が生まれますけどね。そうなんですよね。まあ、マチャドもね。はい。ちょっと、
もうメジャー経験投手みたいなのもバリバリ普通に出てるじゃないですか、はい、出てます、ね、まあ、当然勝ちゲームのピッチャーやるでしょうし、これね、もう本当ね、いるんすよ。斉藤っていうピッチャーがね、はい、あの高卒2年目を、はい、まあ、はい、このピッチャーが、まあ、今年出てくるかというとまあちょっと分かんないですけど、うん、まだ彼もこれどんどん体もでかくなると思うんですよね。そういうピッチャーが多すぎないですか、本当に。そうです ね。彼なんかは高校が盛岡中央って言って、僕の後輩が監督なんです。あ、そうなんですね。僕が大学の時に PL の練習手伝いに行ったら、はい、いつもあの僕の車を洗ってくれてたが監督さんです。すごいな、監督さんが宮本さんの車を洗ってたんです。でもやっぱもう早い段階からもうすごい選手ですよっていう報告は。いや、それはね全然聞いてなかったんですよ。ほんで、お前ドラフト候補になってるピッチャーお前の学校だろうっていう話ですよね、うん、はい、じゃあ育成っていう意味でもやっぱり球団としても優れているとも言えるんですかね、うん、おそらくそうだと思います。あの実際に、これはあるスカウトの方から聞きましたけど、はい、やっぱりその基準があるようです、まず。ああ、そうなんだ。これは腹割っては話してくれなかったですけど、まあ、確かにだいぶ内密な情報ですよね、はい、それは。でも基本的にやっぱりでかいピッチャーっていうのは好きですよね、基本的に。その宮城みたいなピッチャーももちろんいるんですけど、はいはい、基本的に右のでかいやつ、やっぱその体のポテンシャルってことなんですか。右はもうでかいやつみたいな、か変則じゃないですか、多分。確かに。だから山本由伸とかは結構も珍しいタイプ。そっか、そうですね、大きく。みんなでかいんですよ。でかくするから余計でかいみたいな。やっぱりその基本ベースのそのなんていうんですか、体の搭載してるエンジンの大きさみたいな。そうですね、エンジンの、そうじゃないですかね、ところを見てるんです、はい、だからやっぱ球速もあるのかな、みんな。だからその鍛えればというところで、まあ、キャンプ自体の練習時間ってめちゃくちゃ短いんですけど、その若い選手のフィジカル面のトレーニングというのは結構 きっちりやってるようですね。そうなんだ、はい、あれですか、やっぱキャンプ施設が一緒じゃないですか、一軍と、はいはい、だからね、あれね、どっち見ていいかわからんぐらいバラバラなんですよ。ですね、もう見るぐらいにしたらもうめんどくさい。移動が、はい、一軍選手のバリバリみたいな宗とかラオウみたいなのが、二軍の方の施設で練習してたりもするから、あ、そこもなんか結構めんどくさいんですよ。あるんですかね。あ、どうなんですかね、その身近にね、プロの一流で活躍してる選手が、はい、二軍の選手が見れるとか、そういうのもあると思いますけど、その首脳陣の連絡とかもしやすいわけですね。まあ、もちろんそうですね。だからコーチが1軍のコーチが2軍の方行ってた時もありましたし、なんか明確には名前つけてないですもんね。うん、そうですね。オリックスで1軍投手コーチとか2軍投手コーチっていう風になんか一応全体見るって入木さんがなんかおっしゃってましたけど、これでもね、本当ピッチャーやっぱみんなやっぱ150キロ出ますからね。スカウトのその仕方とか、そうですね、スカウティングと。そうなんですね。だから野手も最近ちょっとスケール感あるじゃないですか。まあ、紅林にしてもでかいし、はい、確かにそうですね。今度入ったあのね、上田西から入った横山ももうちょっと見ましたけど、なかなか感じありそうですね、ちょっと出てきそうな感じはありますね。なんとも言えん、あ、うん、いいよねっていう、うん、単純にやっぱ球速が上がれば上がるほど打たれる確率減りますから。そうか、はい、で、日本なんかでいうとやっぱ155キロを常時出すピッチャーっていうのはほぼホームラン打たれないと思います。おー、まあ、少ないと思います。そもそもあんまりないですからね、そこ、はい、ベースね。そうなんです、まあ、名前出してない選手いっぱいいますけど、それはもういっぱいいますよ。いっぱいいる。東だってすごいピッチャーですし、球速も速いし、はい、もうそれはもういっぱいいます。球団の利益をがもう本当本社が吸収するぐらいのことになりえますよね、うん、オリックスこんなメジャーに入り続けすぎたら。まあ、でも使ってますよね、西川取ったりとか。でこれ毎年来だしたら本当にすごいですよね。確かに、でも補強もしてはいますもんね。そうですね。だからそこもまた、まあ、吉田が抜けてどうなるんだって言って森友哉取ってきたわけじゃないですか、うん、で山本由伸が出ていって基本的にあの西川取ってきてるわけじゃないですか、はい、だからその辺のね、まあ、ちょっとこれはなかなか濃いことは言えないですけど、まあいろいろ中まではいかないですけど、ちゃんと上層部でちゃんと話はできてるようです。そうなんだ、はい、だからどういう選手を取っていくとか、
FA はどうなんだとか、うんね、トレードはどうなんだとかっていうのはフロントだけではなくて現場も含めていやそうだよこう一体となってちゃんと話できてますっていうのは聞いたんであやっぱりその辺でそのチーム編成とかそういうのを今うまくいってるんだろうなといういやそりゃそこ大事ですよ ね, そうですねどうしてもその方向性が違ったら意味ないです、ねはい、そうなんですねだから現場の人っていうのは現場の意見もあるし、はい、それは当然、今勝ちたいとなれば必要なところはどこかっていうのもあるしでもフロントとしては、まあ、永遠と続くわけですから球団持ってる以上はそうなると、まあ、そこは分かるけど我慢してくれっていう時なのかそれともあ分かったここ何度か補強しようとかっていうのをちゃんとこうできてるみたいですねそうか、うん、そりゃ強いよな、うん、しばらく強そうだなオリックスのキャッチャーって楽しいでしょうね、うん、そうだな、そうだな、ね、こんな世界レベルのピッチャー、うんまあ、もう困ったらもうまっすぐ行っちゃえみたいなすごいそれができるってやっぱり、ね、そうですよ早いに越したことはないというかなんかあれですよねそのイメージ的にもなんかこうずっと B クラスだった時って、はい、そのやっぱりイメージも良くないのかもしれないですけどでもやっぱ勝ち出すとなんかちょっとおしゃれに見えませんいやわかりますそういうものですよねでも強く見えるんですよでもねキャンプの帽子で一番かっこいいのはやっぱオリックスの帽子が一番かっこいいです色とかはやっぱね元々ね、はい、強くない時に、はい、僕が京セラで解説やった時に、はい、落語家の方がゲストで来られて、はいはい、オリックスファンの、はい、ピョンさんちょうどチェックのユニフォームだったんですよあのユニフォームです、はい、ピョンさんこんなん着て強くなると思いますっておっしゃいましたけどいやでもこういうユニフォームで一番嫌なのは監督コーチなんですよ確かにわかります僕ねヤクルトの2年間コーチさせてもらいましたけど、はい、黄緑はもう着たくなかったんですよあのねエンパワーですねそうあれね若い選手はいいんですよ見栄えするからいいんですけどおじちゃんがねあれ着るといやいやいやもうなんかすげえそうなんですよでも着なあかんし、はい、確かに当時福良監督がオリックスピンクのチェックしてるイメージすごいありました福良さんめちゃくちゃいい人ですからねもう言ったらいつも話していただいてもう今回もよく話させてもらいましたけどもうすげえいい人なんですよ福良さんもう顔にじみ出てますけどね確かに出てますね、ちなみにそんなオリックスですけども、はい、何予想します、今のところ優勝です。おお、やっぱりそうなんだ。4連覇あるかなという。4連覇ってもう。4連覇したらね。ないです、ないです。圧倒的ではないとは思いますけど、うん、勝ち方は覚えちゃってるんで、じゃあまあ、セルと余計なんか強さがにじみ出そうな気もしないでもないですよね。まあ、抜けた選手もいますけど、はい、ちゃんとそこもうまく回っているから。そうと思いますね。すごい。強いショートも成長してますし ね, ね紅林ね紅林選手どうですか紅林選手侍出てましたねねえ どんな印象というかね彼はやっぱり長打打ちたいんですね、はい、でホームランをやっぱりたくさん打ちたいってなると、はいこれこそ、紅林幸太郎へってなるんですけどはい、はい、打った後急いで走りすぎですおおもっとバンと打ってあ走らないとっていうぐらいしっかりスイングしてほしいなイメージ的にこうやって振ったらこういう感じで走ってるイメージないですかあーバーンと打ってからこうやって走るんじゃなくてこういう感じで走ってる感じなんですよもったいないって感じなんですか、まあ、あれだけの体ありますからブワンと振ってあ走んないと忘れてたっていうぐらい振り切ってから行ってほしいなという、はい、まあまあみんなスタイルがあるんでねそれが全ていいのかどうか分かんないですけどやっぱホームランを打つバッターでそういうバッターってなかなかいないので見ててもねしっかり振ってほしいゴールデングラブも僅差でしたよね去年多分一票です紅林に行ったのは、はい、源ちゃんが休んでる時取らないとダメなんだよゴールデングラブ、ね、これが一票差だったからじゃあイーブンに見てくれるかって言ったらもう全然源ちゃんの方が上って見られるから違うねはい、そこはまあでも彼は何ですかね将来的にはやっぱりアメリカみたいなメジャーみたいな夢っていうのは
あるような感じがあるんで、確かにスケール大きい、はい、いやそれはねもう今はね目指した方がいいですよ、うんうん、ましてや紅林さん体もありますし、うんね、ポテンシャルは本当にもう、はい、そうなんです。そうか、まだまだこう締まった感じじゃないですよね、まだ子供っていう感じのイメージからでかいんですけどね、あれがこうやって俗にその村上とかね、はい、前の岡本だったようにカッと締まってくるともっと強さは出てくると思いますけどね、まだまだもう発展途上の選手ですから、だからこそやっぱ振り切ってほしいと、ね、そうですね、それはありますね、もっとスケール大きくいってほしいということで、はいはい、見てくれるでしょうか栗原選手、見てくれるんじゃないでしょうか、はいはい、ということで、はい、オリックスも注目していきましょう、はい、今日もありがとうございました、ありがとうございました。